どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も英館内やっていきたいと思います。18歳以下の選手たちの日本代表か、高野くん、ギータ、もう一人誰、大道くんか。まあこの3人が妥当か。逆に大道くんが選ばれたことがびっくり。高野くん、ギータは結構納得だった。嬉しいね、こうやって日本代表選ばれると。3人選ばれるんだね。4人とか選ばれないわ。見てきます。甲子園のスター集結、パワフル新聞。まあいい感じじゃない、線引いたった。どんどん進めていきましょう。ダッシュダッシュ村ね。鉄腕ダッシュ面白いよね、普通に。なんか昔福島の方とか行ってた時めっちゃ見てたわ。よし、そんな感じで練習指示やっていきたいと思います。スタミナさすがにやばない。スタミナいきます。松枝くん、まあこれでいいでしょう。で、白木くんそのまま総力、池田くん補給、神原くんは補給、中井くん守備、石田くん総力、ミートだな。で、野上くんちょっと弾道上げたい。パワー比だけど。で、浅村選手守備、矢野くんパワー、渋川選手守備 OK かな、大体は。弾道上げたい。菊池くんパワー、秋パイセンパワー。そんな感じでやっていきましょう。オーダー組んでまいります。こんな感じのオーダーを組んでまいりました。結構1年生が多いんですけども、こんな感じのクリーンアップとか、アキパイセン、リョータロくん、浅村選手って言って結構ね、ネームバリューのあるメンツでいきたいと思います。ネームバリュー打線できます。オーダーは今組んでまいりましたと。そろそろ日本代表の選手たち帰ってくるんじゃないかな。どう ?12 カ国中、7位か。大会ベスト9、ギータ最多本塁打。決め球さん、多くの差しを取ったようですと。練習効率上がった。なんだこれ、確かなんかこう、あれじゃない、金徳つくんじゃない、ギータとか、アーティストとかな、かな、わかんないけど、そんな感じの時つきそう。よし、そんな感じで今回1回戦から戦っていきましょう。今日は結構滑舌が終わっております。前評判 E だったね。いい感じなんじゃないでしょうか。ってことで今回1回戦からやっていきたいと思います。あー、渋川くんが怪しげな本読んじゃいました。エロ本王子と呼びます、これから。エロ本王子渋川です。エロ本王子ね、定期的に生まれるんですよね、うちの高校。神原、白木、池谷と。白木くんでいきたいと思います。オーダーそのまま、いや、でも先発させたい人もいない、松枝くんに投げさせてみるく。松枝くん先発でいきましょう。そんな感じで今回こんな感じのオーダーでいきたいと思います。やかし。前評判 E の相手に全力で戦っていきたいと思います。滑舌が今日終わってる。なんか、舌が回ってくんな、熱すぎて。なんか、最近、気温が35度とかずっと超えてるんですよ。やばいよね、超暑いもん。マジのぼせる。総合戦力いいでございます。オーダー見てまいりましょう。はい、池谷くん、うん、まあまあ強、そこそこかな。なんか4番だけはまあまあ強いねって感じ。総合戦力 C ぐらいな感じ。チャンス G、 ソリ F、 ムードバツ、ムードバツか。ムードバツいないんで今うちのチーム。はいはいはい、まあ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 総合戦力いいって感じだね。そんな感じで戦っていきましょう。打率7割です、白木くん。やば。打率7割ってどんな次元だよ。そうか、白木くんとか代打で出てたからか。結構打ってたのね。やば、点取れないんだけど、俺の打順悪いかな。センター返しでいく。あー、流し打ちにしちゃった。センター返しでいきます。センター返しましょう。OK、ナイス。白木くん、いいね。オアシスだね。鷹のオアシス。いや、親のオアシス。じゃあ、今、白のオアシスだわ。もうやだ、結構噛むね今日、やばい。おー、マジ転がしてほしかった、最低限で。亮太郎くんパーヒ持ってるんで、パーヒを信じます。オッケー、これ超える。いやー、守備意外と追いついちゃうのね。浅村選手ヒット打っておりますと。転がせ5を信じます。5レ、おーおー、やばい、点取れないよ。松枝くんがいいピッチングしてる。ここはどうしましょう。低めでいきます。OK、ナイス。渋谷くん取ってナイス。出よ。1番か。外野前進で緩急でいきます。外野前進が意外と効くはず。ポテンヒットがうざい。OK。出よ。点が取れないのはまずいからね。で、白木くん、打率が6割6分7厘。転がせていきます。用を信じます。OK。そう。私、日曜日の朝いつもカメラで見てるんですけど、今週衝撃的な展開すぎて、ちょっとやばいんですよね。どうなのみたいな。まさかみたいな。ネタバレになっちゃうんで、言わないんですけど、本当にやばいんで、仮面ライダーめっちゃ、なんか気になるよって人は一回見てみてください。もう本当に子供向けじゃない、あれは。
いや、昔からそうなんですよね。最近 Amazon プライムで、電王見たりしてるんですけど、電王ももう本当に今見直すと全然子供向けじゃないし、なんなら子供向けじゃないというか、子供の頃理解してなかったし、わー、桃太郎かっこいい、竜太郎かわいい、みたいな感じは、なんかだったんだよね、昔はね。改めて今見直すと面白いなっていう作戦とか作品とか結構あるよね。転がせていきます。進塁だ、最低限進塁だ、OK、ナイス。白木くん、いいねパルプンテイ This is パルプンテイ。これがワイルドです、皆さん。おお、なんでいきなり走ったんだけど。じゃあ、アキパイセン、打とうよ、ここ。アキパイセン。チャンス A、アベレージヒッター。ここで打たない手はないよ。落ちるよね、これ。ナイス。よし、こっから、こっから。よし、よし、こっから。ちょっとヒンダだな。俺、ちょっと、タカの、ギータの偉大さを改めて実感してるよ。おわおー。結構ね、メンツはいいと思うんだよ。メンツはいいから、素質はいいんだよ。磨けば光るダイヤモンドだと思うんだよ。ただ、どうやって生かすかは、監督次第だと思うんだよね。いきます。浅村選手、OK ナイス。これが阿部日です。で、石澤くんとファイト使います。ファイト使って、引っ張りますか？引っ張ります。答えは聞いてない。おし、おし、走れ、走れ。ナイス。ナイス。危ねえ。僕ヒット打つけどいいよね。答えは聞いてない。オッケー、これ落ちる、落ちる、落ちる。ナイス、中選手。世界に一つだけの長い。最高でございます。いや、本当に電王面白いんだよ、やっぱ。何回見ても電王って神だなって思うもん、俺。本当に、お、エロ本王子、渋川ですよ。皆さん、これがエロ本王子です。打て、おー、しないっせ。これがエロ本王子。エロ本王を読み漁ったこのね、選球眼が、鍛えられた選球眼で、フォアボール選んでくさいでございます。これ抜けるか抜けないか。ファーストの守備うまいね。まあ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 、このまま完封させてあげたい。ノーアウト一塁。松枝くん頑張ってるね。松枝くんエース説ある。カットボール、ストレート、シンキングツーシーム。シンキングツーシームってどういう球？はい。カットボールか。いけ、抑えろ。抑えてくれ。ナイス。これゲッツ、ゲッツコース、ゲッツ、ゲッツ。どんだけ運が悪い男なんだ、野上。いや、ほんとにさ、今のゲッツー取ってほしかったよね。ゲッツー、ゲッツー、ゲッツー。何パルプンで起こしてんの。いやー、これ、中間だな。内角できます。いやー、今のゲッツーだって、2回連続ゲッツー取れてるからね。あー、マジこれで点取られた。まあ、松枝くん下ろすか。お疲れ、松枝。ごめんな。篠原できます。外角。オッケー、外角。外角に攻め込みます。お前の外角4センチへやってきましょう。ノーアウト1塁。これは走ります。絶対走ります。何が何でも走ります。余裕。なんなら3投できる。マジ、なんなら3投してみる。3投します。セーフだよ、今のは。いいけどさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。背中返しだな。アキパイさん、どう？オッケーオッケーオッケー。こっから本気出そう、みんなで。こっから何点取ってもコールドないからね。牽制。まあ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 、進塁だね。最低限ね。で、両太郎くんよ。4番だよ。4番が打たないでどうする？そろそろラッキボ、幸運の星を掴もうよ。あとちょっと足早かったらな。ピッチャー山北でいきます。で、守備変えます。これでいきましょう。あとはもうピッチャー変えるだけでございます。電力変えます。あ、守備年齢ないのか。まあ、いっか。電力後で。オッケー。これ取れる、取れる、取れる。菊池くん。何ポテンしてんのよ。飛び込めばセーフよ。セーフじゃない、アウトよ。池谷くんでいきます。ラッキボ。打たれ強さか。怖っ。なんか今年結構きつい気がすんな。外野前進できます。ポテンヒットが一番ムカつく。なら頭越してくれって感じ。池谷くんはエースでございます。で、変化球で、変化球じゃない、低めできます。変化球で低めできます。オッケー。とりあえず勝てた。勝てたけど結構不安は残るな。不安は残るし結構怖い。前評判いい相手にコールドできなかったのも結構でかい。まあ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 、そんな感じでございますね。まあまだ、白金の伝説はこっからよね。そんな感じで次回2回戦から戦っていきたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。